オリンピックは世界が失礼しました。その説明の前に皆さんにお願い事があって、お願いがあるんです。はい、実はですね、皆さん旗を持っていると思いますが、はい、振っていただいてありがとうございます。このオリンピックとパラリンピックの旗をですね、エンブレムが発表された幕が開きました。その後に皆さんで、ね、思い切り振ってほしいんです。はい、わーという感じで、いい感じですね。はい、拍手みたいな盛り上がりが伝わってきますよね。はい、皆さんで、ね、ぜひ5年後に迫る東京オリンピックの盛り上がりの最初の一歩としてぜひ盛り上げていただければと思います。これがきっとこの後もずっと使われるその瞬間に なりますので、ぜひエンブレムが見えた時に大きく振ってください。よろしくお願いします。さあ、その発表を前にエンブレムについて少し説明させていただきます。オリンピックは世界的なスポーツの祭典ですよね。スポーツを通して心身を向上させ、文化、国籍など様々な違いを乗り越え、友情、連帯、フェアプレーの精神を持って平和でより良い世界の実現に貢献するためにあります。またパラリンピックは障害のあるアスリートにとって最高峰のスポーツ大会であり、障害のあるアスリートの卓越した能力とその感動を通じ、受容力のある真の共生社会の実現を目指すものです。そして大会エンブレムもこの精神を伝える重要な役割を果たすことになります。東京2020ビジョンには終わります。すべての人が自己ベストを更新し目指し、一人一人が互いを認め合い、そして未来につなげようと、そのビジョンを象徴するのが今日ここで発表になる大会エンブレムということになります。2020年まで私たちはこのエンブレムのもとに心を一つにして世界を迎える準備をし、2020年を歴史に残る素晴らしい年にして、その喜びを未来につなげていきましょう。さあ、皆さん旗の準備はいいですか。皆様お待たせしました。それでは東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会公式エンブレムの発表です。普遍的な平等の記号イコールをイメージした
デザインとなっています。皆さん、2020年はもうすぐそこまで来ています。このエンブレムのもとに一つになって素晴らしいオリンピック、パラリンピックを皆さん一緒に作っていきましょう。さあ、それではここでゲストアスリートの皆さんにもご登場いただきましょう。改めまして、オリンピアンを代表して現在東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事、スポーツディレクターとしてご活躍の室伏浩二さん、パラリンピアンを代表して東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事としてご活躍の成田真由美さん、そして2020年の開催に向けこれからの活躍が期待されるヤングアスリートの皆さんです。皆さん、盛大な拍手でお迎えください。どうぞ。皆さん揃いましたかね。はい、始めていきましょうか。次の皆さんにお話を